Thank you.
足が。早く逃げよう。じきにここは見つかる。もうこれとっちゃ俺らは手負いの仕掛か。お侍、何があった？猛虎と手を組む秋人がいます。そいつが持ってる通行証を家族と奪おうとしたんですが、万兵に返り討ちにされ。それには命を懸けるほどの価値があるのだな。通行証があれば誰でも猛虎に止められることなく自由に道を通れます。役に立ちそうだ。ええ、その通りで、秋人の荷車は道の先に残ったままです。俺が代わりに見つけてこよう。お主らは休んでおれ。お気をつけて。すでに兵が集まっているはずです。秋人の荷車だ。猛虎兵、小屋の男らと戦ったのか。キウドはおらぬか。通行証はないな。ここらが狙いか、知らせてやらねば。
ここへ。遅かった。お侍、こちらへ。通行証を持った秋人を助けてください。実は弟なんです。なんだと？通行証を奪おうとしたのも全て亀へのためでした。猛虎に加担したのであれば許してはおけぬ。そんな、いいやつなんです。どうか無事かはわからぬが探してみよう。お願いします。兵は後を残しておるはずだ。脇にそれた。
And Yuchbish. Pimbaha. Watch mit dem Schuh. Sind nicht um Ben, hä? Jutsch bist bei dir. Timbaha. Ой, өдөөг их чи хардаа. We have cool bed. Ой, өдөөг их чи хардаа. Тэд эннээс мултар чадахгүй. Энд тэр самурай болтой. Алнаа тэрний. Тэр тим байгаа юу? Энд харагдахгүй л байна. Боцей, ямар тааш бидэн байгаарэ. Фишөө! Сум шумнах шиг болсон. Юм алгатаа, мартаа наатаха. Бидний хотоос агнахаар зэвсэгээ бэрг. ありがとうございます、お侍。礼などいらぬ。猛虎に加担しておると聞いたが。奴らが約束したんです。物資を運べば家族は見逃すと。兄は死んだぞ。お主の通行証を奪おうとしておった。そんな。あのバカ。道理で俺が疑われたわけだ。通行証など持ってません。あれには。運び手の名が彫られてるんです。他のものは使えないのか。もう行け。また猛虎と手を組んでみろ。その前に殺される。それより家族が気がかりですが、顔向けはできません。
ああ、なんてこと。どうすればいい。こっちだ、ノブ。この野営を束ねる僧に会えと言われたが、八郎が持っておった地図を読めるのだろうか。ご遠慮なくご覧ください。あの時、私は欺う役立つものばかりです。また来よう。私たちのことが、あいつが少し話しただけで
佐藤様は観念して。どうかご自愛ください。酒井様、お達者でいらしたか。純真、まさかお主とここで会うとはな。ご用件を伺いましょう。この地に詳しいか。野営のまとめ役ですので。この地図に心当たりは。うん、食料を届ける者に渡しているもの、流民の野営の場所を記してあります。もしやこれは地。全てお主が束ねる野営か。有明では同胞が殺し合っていると聞きますが。無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。有明のかがり火台が記してあります。ここに野営はありませんが、噂では賊に乗っ取られているとか。賊ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった。お声をかけてあげてください。ご遠慮なくご覧ください。何か入りようで。これほどの品はありません。ここで良い知らせをお待ちしてます。嘘じゃない。お侍様、ちょうど西行様のお言葉を思い出していたところです。心を清めるにはまず体を清めろとか。ふん、里いいお方のようだな。晩年はもっぱら湯に浸かって過ごしたのだろう。ですが少しは特進がいきませんか。癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる光、戦に向けて心を研ぎ澄ますには湯に浸かるのが一番でしょう。そうかもしれんな。湯に入りたくなってきた。貞男はかがり火台におるやもしれません。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ、我らのことも知られましょう。いいさ、迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。貞男はなぜ裏切りを。私が奴を咎めたからだ。米を盗む上田たちと言っておる。クタで米が足りないゆえんでしょうか。証明はできぬ。村はひどい有様であった。奴は何かを隠しておるのだ。悪人は隠し事がうまいものです。万兵がおります。腰抜けは隠れておるか。佐藤、首を洗って待っておる。Two!
首を洗って待っておる。タッチを抜け。